かねえ。このままじゃ、俺は…こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？四代目ホカゲ。大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前、どうして？ん？だってお前の名前は俺がつけたんだから、せがれなんだし。せがれ？じゃあ俺ってば。ああ、俺はお前の父ちゃん。すまなかった。ずっと一人にして大変だったよな。息子のお前に辛い思いばかりさせてしまった俺が父親面して謝るのも違うかな。父ちゃん。でも安心したよ。安心したって？お前がみんなの意思を背負って、俺が期待していたようにまっすぐに育ってくれて。みんなの意思？ああ、こうして見ているだけでわかる。お前の中にはジライア先生やカカシ、三代目様、それに里の人たちの意思が見える。そしてそれをお前はしっかり受け取って進んでるってね。そうかな。昔の俺と同じだよ。父ちゃんと？ああ。俺もいろんな人の意志を、思いを背負っていた。そして大切なものを背負っていた。ナルト、今のお前と同じようにね。